はい、どうもこんにちは、カジマックです。今回はこれ3コインズでマウス買ってきました。はい、これお値段税込み1100円。はい、ちょっとお高めではあるんですけど、これどうでしょうか。パッと見かっこよさそうですよね。で、しかもこれ名前がリチャージブルワイヤレスマウス。はい、これ電池駆動ではなくて充電式のマウスです。ちょっと面白そうだったんで今回これを買ってきました。それでは開けて中見てどんなものかチェックしていきたいと思います。今回ご紹介するのは3COINS で発売開始されたリチャージブルワイヤレスマウスです。箱の外観はこんな感じ。 3COINS らしい簡素だけどちょっとおしゃれな、そういうパッケージになってます。で、カラバリは3種類で、ピンク、ベージュ、パープル。今回僕はパープル買ってきました。ざっと特徴を見てみると、ホームボタン連続稼働時間は約40時間、3段階 DPI 変更で、ホームウィンドウズ&マック OS、専用式の薄型デザイン、充電式モデルで、Bluetooth バージョンは 5.0。こんな感じのマウスになってます。で、根本内容は本体と、充電用の USB ケーブル1本、取説がついてます。で、製品仕様はこんな感じ。気になる方は一時停止を駆使してご確認ください。はい、それではこれ、開けていきます。いきますよ。せーの。一番気になるのは、あ、これ、よかった。USB Type-C ケーブル出てきました。ということで、Type-C 充電確定。で、取扱説明書。はい、ちゃんとわかりやすく、しっかり書き込まれてます。はい、それでは、本体。いきますよ。せーの。イェーイ、来たー。はい、これが、3COINS の税込み1100円リチャージブルワイヤレスマウスです。はい、底面はこんな感じで、ここにオンオフスイッチがついてます。あ、今ピカッと光りましたけど、赤色 LED みたいです。はい、こんな感じになってます。で、ここ充電用のタイプ C ポートで、電源を入れた状態で上部を見てみると、はい、ここ緑色の LED が点滅してます。ベアリングモードになってます。で、静音性は、はい、確かに、クリック音は、かなり静かです。で、ホイール。これは、クリックできます。あ、でもこのホイールのクリック、これは結構音が鳴りますね。はい、でも、右クリ、左クリ、これは結構静かです。はい、それでは、この状態で、まずは、クロームブック、ペアリングします。Bluetooth 設定を開いて、BT カーソルを選択。はい、これで、あ、ちゃんと接続されました。ブラウザ開いて、はい、この方がわかりやすいですよね。はい、こんな感じで、しっかり反応してます。で、このボタンを押すごとに、カーソルの速度を変更することができます。はい、結構、反応も上々で、こういった普通のテーブルの上でも、ちゃんと反応してくれます。で、ちなみに、Bluetooth マウスなんで、はい、これ、わかりますかね？ iPad mini でも、使うことができます。はい、こんな感じで、マウス使えました。で、さらに、使うかどうか、それは別の話として、Android スマホ、もちろんこれでも、はい、使うことができます。カーソル見えますかね？はい、こんな風に、スクロールも、ちゃんと、気持ちよくしてくれます。はい、どうでしょうか。こうやって使ってみると、そんなに癖もなくて、意外と扱いやすいです。で、ただこの、表面の仕上げ、ちょっとやっぱり、お安いマウスの仕上げ、そんな感じがしなくもないんですけど、うん、このあたりは、好み分かれるかと思います。はい、僕はそんなに嫌いではないけど、前にご紹介した、ダイソーの、充電式薄型マウス。これにかなり似ていて、実はこっち、ピーチスキンみたいな、ちょっとゴムゴムした、そういう材質になっていて、こっちの方が、結構使っていて気持ちよさあります。ただしこっちは、はい、これ、レシーバー式です。なんでこのあたりを考えると、やっぱりこっち、Bluetooth の方が、いろんな機器には使いやすいかと思います。ただもしレシーバー付きでもいいわっていう方は、これわかりますかね？もうほんと形、ほぼ同じなんですよ。なんでこのあたり、好みもあるかと思いますけど、ご参考になれば幸いです。でもやっぱりこっちの方が、パッと見可愛さはありますよね。は
い、ということで、今回ご紹介した、3COINS で1100円、リチャージブルワイヤレスマウス、説明欄にリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。で、実は最近、ほんとスリコさん、いろんな新商品が出ていて、まだもう数点買ってます。で、そのうちの一つが、これ、キーボード。ちょっと見えませんよね。横にすると、はい、こういう、ちょっとレトロチックで、可愛らしい感じのキーボードも買ってきてます。これと合わせて使うのに、ちょうどいいかもしれません。はい、またこれは、近々ご紹介したいと思います。ということで、ほんとスリコさん、最近新製品が止まらない。そんな感じで、充電できる Bluetooth マウスに、こういったキーボードもあったんで、今回買ってみました。はい、またこっちもご紹介しますんで、気になる方でお済みでなければチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマクでした。